皆さんこんにちは。9月2日木曜日、時刻は14時30分を回りました。ここからゆるゆるリラックセンスの時間です。パーソナリティはうるま市石川でおうちサロンオールをしています橋本由恵です。この番組では心も体もゆるゆるになって楽しんじゃましょうという番組です。あなたの心が少しでもほっこりしていただけたら幸いです。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは761@fmkoza.jp。 また FM コザではツイキャストと YouTube で映像と音声を発信しています。過去の放送をご覧になりたい方は FM コザの YouTube チャンネルより検索してみてくださいね。ってことで、今日のゲストさんは大阪からの、YouTube での、ゲストさんです。ではご自分で自己紹介どうぞ。はいどう大阪の松井正志こと松さんです。はい、はじめまして。どうぞよろしくお願いします。松さんよろしくお願いします。お願いします。正志の松さん、それとも松井の松さん、どっちでもいいどっちでも結構まあまあやから。まあまあやかな。なるほど、お久しぶりです。お久しぶりです。合宿時お世話になりました。ありがとうございました。こちらこそ。宮古島のね、合宿でしたよね。はいはい、4年前でしたね。そんな前な。そうですよ、4年前だと思いますよ、多分。ああ、そんな、あの時はまだ、K まだもうちょっとあったかな。あったあった。あるか、何言うとん。なんででも、お元気そうでね、よかったです。ありがとうございます。ね、あの、合宿の時にもね、あの、本当にいろいろ皆さん夜中までとか、いろんな、リラックセンスのね、勉強さ一緒にさせてもらって、はい、海にも行って、すごい良かったですよね。良かったですね。じゃあ、マッさんは、まあ、今日はね、リラックセンスボディセラピーの、ここからゆるゆるリラックセンスのね、私の番組に出ていただきますけども、リラックセンスをのちょっと内容をね、お聞きしていきたいなと思うんですけど、はい、マッさんがこのリラックセンスをね、学ぼうと思ったのはなぜなんですか？うん、あの、Facebook 見とってね。うん。別にあの、僕は、普通の、まあ、会社員しとったから。はい。うん。ほんで、まあ、あの、ちょっといろいろ、まあ、マッサージしたりするのも好きやったし。うん。まあ、ちょっと教えてもらったりしとって。うん。で、まあ、自分、みんなにも上手や言われてたし。うん。あの、自分もまあまあ、俺はなかなかできるんかなとか、思っとって。はい。で、うん。で、そこで Facebook で見たんかな、その、リラックセンスボディセラピーいう、あれが、サイトがあって。うん。うん。で、それで見て、なんかあの、家族と、にもいろいろ、こうできて、なんか、あの、力を使わない、うん、ね、簡単にできるとかって書いてたから、うん。おどんなんかな、思って。うん。うん。ほんで、ワンデー申し込んだんかな。じゃあそれまでマッさんは、うん、自分の趣味とかちょっとね、誰に教わったとか習ったとかじゃなく、自分でこうやってたのが上手だねって言われたから、言われてたの、うん、いや、いろいろあの治療してる人に教えてもらったりもしたこともあるのよ。何回かずっといろいろ違う人とかに、うんうん、うん、それでまあ大体教えてもらったことやったり、その治療行ってて、そこでいろいろ、まあ、ここがこんなんやとか教えてもらったりしたことで、あの、言ってたよな、いろいろ、そのスキーもやったり、昔スキーもやったりしてたり、いろいろ、あの、スポーツの中で、で、あの、合気道習ったりしてたりしてて、で、そこでいろいろ、こう、そういう人も、仲間におったから、いろいろ、相対法とかやってる人もおったり、いろいろ教えてもらったりしてて、うん。うん、まあ、なかなか自分にしては、なかなかちょっと、センスええんちゃうと思っとったわけよ。なるほど。うん、かといって、まあ、ね、そういうね、人をマッサージしてあげることを仕事にしようとは思わない、思ってはいなかったんですか？うん、まあ、なんかまあ、漠然と、なんかこれで、なんかいろんな人に、友達とか、うん。うん。やったら、やったら、できるようになったらいいなとか思っとってんけどね。うん、あ、じゃあ、そんな時にリラックセンスの、
Facebook を見つけて申し込んだんです。そうそう、うん、で、なんか簡単で力も使わない、うん、なんか、うん、どうやねんやろな。ちょっとね、今まであったそのツボをこう刺激してとかなんかあってんけど、どんなやねんやろなと思って、うんうん、で力を使わず自分も楽やとかみたいにね、うん、書いてあったから、うん、もうだいたい普通やったらもう30分とかしたらまっせかーって言ってもなるやんやってる方は、うん、どんなのかな思って、うん、じゃあそうすると、ワンで起きたのはもう何年前になるんですか？もうだいぶ前やで、もう思い起こせば。だから、あれ合宿が4年、4、5年前としたら、もう3、7、8年ぐらいなるかな。そうなんですか。うん。割と、うん、そうやね。長いけどまたちょっとついっといた。うん、そんなもん。じゃあまあね、その前からやって、まあ、合宿4でも受けて合宿も受けてね、またさらにもっとね深めていったとは思いますけども、まあマスさんとしてはリラクセスのどんなとこが好きなんですか？うん、どんなとこが好きで、いや最初はそんな軽い気持ちで言ってんけど、うん、やればやるほどなんか、うんうん、難しいっていうかそうそうそう、そのあの何ていうの、自分のこのほんまの自分のあり方いうんかな、うん、もろに出るやんか、うん、で俺なんかやっぱりこうってどうやって言ってどうですかってやったら、ああいや聞いた聞いたとか、なんかこんなええやろこれこっちだ言ってたらあれやけど、そうじゃない、はいね、うん、そうじゃない、そのもうなんかこの一生懸命したら一生その一生懸命が裏目に出てくるっちゅうかな。だからものすごいなんかもうやってみんなと何ていうかな、その講習会とか行ってみんなと一緒にこうやってたらなんかまあ、ああこれは思ったけど、さあ違う今度友達とかやりましょうってなったら、これがまた難しいわけやねんな。難しい。全然。ほんで、と思って、お前普通ももうぼちぼち動いてきてもええんちゃうんかとか思いながらやな、もう全然どうかなとか、いや別にとか言われてなんか心へこむのね、そしてもうへこむねん、へこむ、もうずっとへこまくりやん、もううん、そうなんやだからなんかね、ほんまにそのなんていうかな、ほんまにやっぱり力を入れないのが一番難しいな。そうですね、僕らみたいに男いうのはなんかこうグッとこう力入れてなんかすんねんけど、だからその合気道習ってて合気道でも力を抜くと、うん、力を抜くのにももう何年も肘の力抜いたりこうとと上へ行くほど何年も何十年もかかりますとか言ってずっとやっとって、まあ、その力を抜くというのはまあまあ、ああまあそういうふうにするんか思ったけど、またこれがまた全然ちゃうねんな、対こう施術になってきたらやね、ついついなんかもう、うん、違うねんなこれがそれなんか難しいから、せやけどなんかもうええわ、もうこんなんもうええわとは思わずなんかまね、なんか続いてんねんけど。こう探求したくなるというか、どうしてなんだろうってね、なんかね、不思議だからこそ、でも不思議なんですけど、でもちゃんと、概念をちゃんと踏まえた上でやると、ちゃんと相手に伝わって、それがまたこっちも返ってきて、本当に循環って形になってくるとね、すごく嬉しいですよね。そうやな、それがなかなかそこまで、ね、なかなかその概念もいつも講習会の前にやっとこの質問とかね、それがまたこのな、うまいことこう言われへんわけやな、もうほんだからだからもうなんていうの、リコさんにしても、うん、それもあるけどね、でもね、とかいう、もうほんまにもう、あまた、もう腹の中では何言うとねん、こいつは思われてるのか分からへんねんけど。ニコニコと笑ってね、もう熊倉ご夫妻にはもうほんまに落ちこぼれで申し訳ないとは自分では思ってんねんけど笑ってたかな、笑ってたかすごく分かる
そうやね。なるほどね。なんかさけど、うん、なんちゅうかな、ちょっとまだこうやって何回かまだおでやってこうやって言ってるいうのはやっぱりあの、うん、お二人の人柄もあるしね、もう それかなと思うんだけどな、もう。そうですね、本当皆さんおっしゃいますね、お二人の人柄が、うんうん、すごく良くてって。うん、そうそうそう、だからもう思われてる思うはいつも。思ってたかな、俺ばかり。マサはじゃあお家の方とかにもリアクセンスあのしてあげてる、知ってあげることあるんですか？うん、最初の頃はね、やっぱりね、うん、まあ、要はあの家族とかにやってとか思っとったから、うん、それがだんだんもう全然そのあれやんか、やっぱりうまいこといけへんわけやん、もう。これがこっちも甘いというか、こうなんか気持ちが入っちゃうからね、なんからね。難しい。どうなんいや別にとかどうなんとか、よいやこれこうゆらゆらどっちで左右右かも左かもんとかな、もういやちょっとぐらいお前わかるやろとか言って、ほんなら力入ってくるし、うんうん、それやったらもうちょっとあのきつもんでやみたいなことになってくるわ。それでまたちゃうねんとかいう話で、でももうええわ、一時期はね、ちょっと最後それをまあもうこの長い歳月の中でちょっと俺を見てまた反省して今これがもうジャックセンスのその結局はもうみんなとそうですよ、まずあの家族をと一緒にそうやってうまくできんことには人にはできへんやないかというのを今やっと悟りまして最近でまたあの一から勉強し直すかなとか思ってんねんけど。でも家族の方ってやっぱさっきも言ったようにこう気持ちが入っちゃうから、かえってお友達とか知らない人じゃないけども、うんうんうん、してあげてね、うん、どうぞ出てくるとね、あと大阪だってあの練習会があるじゃないですか。あるある、うんね、参加されてます？ここにやってくれる神戸、明石とかでやってくれはったやつがあったり、うん、あの兵庫県とかでね、あそういうの行きましたね。うん、マサが立ち上げてやればいいんですよ。え？大阪で。大阪でな。それからそのいろいろ場所とか、いやそういうことを考え出したら何もできへんねんけど、うん、あのやっぱりそのちょっと一時あの退職してあのある次に就職した会社がちょっと忙しかったりして。1年、2年ぐらいちょっと、行かないかった時があったんだけど。でもまたね、タイミングがね。そうそう。今また、ちょっと、仕事か、会社そこ辞めて、違うとこ変わって、ちょっと、気持ち的にも余裕ができてきたというか、体力的にも。で、またちょっと、ここで、もう、この、ちょっと、ものにせんといかんなと、今までこんだけ、やってきて、うん、もうちょっとやって今度こそはもうあの家族に、うん、いやこれはちょっとやっぱり違うねと、うん、まず思わせて思わせて頑張る力入っちゃうからまあゆるゆる、それやんなこんな難しいそうやけど、こんななんちゅうかなシンプルでこんな難しいこと、うん、自分のその気持ち一つで変わってくるなんて、うん、ねえなかなか、うん、ここで一回あのコマーシャル入れますので、あとまた後半もよろしくお願いしますね。はい、はい、お願いします。はい、じゃあマサさん後半もよろしくお願いします。お願いしますじゃあね、あともう2つご質問があります。はい、今、リラクセンスをどのように活用していますかってことなんですけど、どうでしょうね。うん、今は、うん、今まであんまり活用してなかったんだけども、うん、今回、今あの、チアセラピーを受ける、はい、申し込んだんです。うんうん、チアセラピーの子。うん、で、それと、本講座の練習会かな、はい、月一でやってあるやつを、うん、
それを申し込んだんだ。申し込んで。で、やっぱり、今までやっぱり相手相手やったら、自分自身ちょっとなんか気がミュッとなってくるから、できる限りいろいろな講習を受けて、でそれを、ちょっとチアセラピーも家で、で家族にね、はい、ちょっともう頭を下げて、よろしく、ちょっと練習させていただけませんかということで、もう謙虚に、僕は、謙虚、うん、やっていかんことにあって、だから、この間やっぱり、いつも、ゆるゆるさん言わはんねんけども、やっぱり、活動こなせんと、分からへんね、確かに、そりゃ思うわ、その、ねえ、あれは分からへんもんな、なんかみんな、10人と色で違うし、うん、その人のね、うん、体験も違うし、そこの、うん、なんちゅうかな、感じ方も違うやるし、やっぱり、ほんまにそこらへんを、分かろう思ったら、うん、やっぱりもう自分も、もうちょっとこの素直な気持ちを持っていかなあかんなというのが、うん、今かいと、うんうん、思っただけ、思った。なね、思いました。だからこれからちょっと、まあ、今使ういうか、その練習でちょっとずつ、なんちゅうかな、皆さんに追いつくように頑張ります。じゃあこれからの講座もね、楽しみですね。はい。で、じゃああともう一つは、今後はリラクセンスをどのように活用していきますかって質問ですけど、どうでしょう。まずね、やっぱりその今いろいろ教えてもって、ま、僕職場も大概高齢の人がもうほとんど高齢やねんか、うんうん、で僕今今年65なんねんけど、うん、そうか、うん、で16におんねんけど、うん、俺下から1、2、3番目やねん、若いの、うん、あとみんな上、あとみんな上。ですか、だからチアセラピーとかでもそんなもやっぱりみんなもいろいろやもんな、それぐらい年になったらもう膝が痛いとか、うん、みんなも腰が痛いとかそんなんやから、とりあえずまたそこで、ほんで職場の人にもちょっとやってるしってんでいろいろ、で要はこの先になってきたらちょっとやっぱりいろいろそういう普通の人にさせてもらおうかなと、うんうん、まあ、ちょっとどこまで今の仕事もどこまでやれるか分からへんから、うんうん、もしそういうことがちょっとでも、うん、そういうのを、リラックセンスでやって誠実みたいなできるような環境に、うんうん、を作りたいなと自分で。いいですね、すごい楽しみですね。はい、頑張ります。頑張ったかな、頑張ったかな、頑張らない。マサ自身はこう肩が痛いとか腰が痛いとかそういうのはほとんどないんですか。結構ほらなんだっけ、自転車とかマラソンとかやってらっしゃるじゃないですか。それがね、若い時はね、うん、ものすごくね、もういろいろまあ、それはスキーもやったり、そのいろいろやったりしても、うん、腰痛めたりね。だから鍼灸院は大体もう毎週絶対、若い時はもう本当は鍼灸行ったり、うん、うん、マッサージとか、うんうんうん、もういつも腰が慢性的に腰痛だったし、はい、ずっと行っとって若い時に、うん、うん、だからあれだとすっきりしてて、うん、大体30、それは二十歳過ぎぐらいからかな、うん、うん、腰痛めて。でずっと行ったりでやりながら、まあ、魂の人っていうので、もうある時みんな辞めてしまって、うん、あれ何本ぐらいかな、40ぐらいでもう何も専用になって1年ほどしたら、やっぱり何もせんことは何も痛めへんいうことで、あれと思ってさ、うん、腰痛も何も慣れへんし、人間慣れもせえのが一番健康やんけど思いながら思ってたんやけど、やっぱりそんな人だったらブクブクブク太ってきたから、うん、ほんで
太ってきたしコレステロールも高いしいうことで病院行ったらな処方箋の薬代高いしそれやったら走ろうかと思い出して走り出した、うん、そうなんですか。で、うん、で若い時みたいにその時若かったらもうバーッと走ってあーって言ってんけどもう年取ってるからそんな無理はできへんからゆっくりゆっくり走る練習でずっとしてたら、うん、別にどこも痛くない、うんそう今は全然どこも痛くないってことはとても幸せですよね。ね。そうやね。ね。そしてましてはリラックセンスを施せば施すこそね、やる側も体が緩んでいくのでね。そうやね。それがね、やっぱりそのついこの間やほんまにうちでその岩山さんチアセラピーのあれをちょっとやってた時に。うんあとはなんか、あとからす、なんか割と、楽やんかと、自分も。うん、そんな体験初めてやってんけどね。だから、俺、リラックス先生いつも思うんだけど、なんていうかな、普通、マッサージとかだったら、やってちょっとしばらくして、なんか、体楽になりました、じゃないけど、リラックス先生なんかしてて、あとからだん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 、なんかその、そう。なんか、じわっと効いてくる言うかな、効いてたら、あれなんか、そんな感じ、うん、本当ですよ、自分もそうですけど、お客さんも相手も、した時よりも、1時間も、うん、2時間の方がどんどん長くなりましたって言ってました。ね、うん、だんだんね。ね。うん、そこそんな感じよ、この間、僕も。いや、こんなに、ちょっとやっぱこの素直な気持ちがええんちゃうか思って。だからもう、あとは、まっさん、自分が楽にしてもらおうっていう考えでいけばいいんじゃないですか。楽にしてあげようじゃなくて、楽に相手にしてもらおうってやること。ええこと言わはる、やっぱり。これで。なかなかや。いや、ほんま、ありがとうございます。ねえ。そうやね。その気持ちが大事や思うわ。その謙虚な気持ちを。そうそう、謙虚な気持ちを。謙虚かな。楽にも。あ、忘れないでね。ちょっとね、ケイトさんがいますね。その、この。ちょっと今、こう、今ここ買ってきますね。なんか、はい、切れたみたいね。切れたみたいだから。はいはい。なんだっけ、なんだっけ、どっからだ。でもその、ほんまに、なあその何ちかな、うん、お互いが楽になるなんてあんまりないやんな、うん、その、うん、こういう今まであったけどその先生は私が楽にしてあげますみたいなことがあんねんけどだけどお互いがこう そのお互いのうまいことこう何ちかな、うん、な周波数が合うとかないけどなんかそんなね共有してそれをなんか高めていくみたいな、ねまあ、だからこういう施術ってなかなか受けたことがない人がほとんどだと思うんですよね。そうそうです。だから、うん、一番最初にグリグリ動くのが なんでかなと、これはね、もう催眠術みたいだったもんね。うん、だから、それは、うんうん、ものすごく不思議やった。うん、広めていきたいなと思いますけどね。いや、これね、だから、うん、あ、割と、お二人は、熊倉夫妻は、海外とかにもよう行ったから向こうの人らの方が素直にあれやねん受け入れるやろなと思うよね、うん、なんかそうですね、うん、あじゃ あのここでそのお二人の来週のゲストさんはそのお二人ゆるゆるさんとポリコさんが、うん、ゲストで出てくださいますで、FM 講座に直接来てくださるんですけど来週から講座が始まります。あ、はい、と合宿が始まります、はい、うん、あそっかそっか9月な。はい、9月でスタジオに来てもらいますのでね、お楽しみに。どうですか、まーさん、ラジオ出てくださって、ご感想聞かせていただいていいですか。ありがとうございます。ま、あんまりいつも自分は思っているけども、こうやって口に出して言えないことをちょっと話しさせていただいたり、また吉田さんのありがたい、またね、助言などもいただいたり非常にために
自分のためになりましたありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ出ていただいて、またね、また何かあった時にはあの出演してくださいね。任せます、ね、任せます楽しみにしてますので、じゃあマーさん今日はありがとうございました。ありがとうございました。ラジオを聞いてくださる方も、ありがとうございました。また来週よろしくお願いします。ではさようなら。バイバーイ。マーさんバイバーイ。バイバーイ。